どうも、阿比山八子です。どうも霊夢です。今回は J1 リーグ第16節ガンバ大阪戦について語ります。結果はこちら。これで5戦未勝利。ホームで強い、と言われた時期が懐かしい。できれば1ヶ月前に戦いたかった感じだ。ガンバの試合をそれほど熱心に見ているわけではないが、半月前までの浦和戦くらいまでは結構ひどい出来だった。なので正直、試合前までは負けるとは思っていなかったので、結構ショックだ。それはやっぱり下位に低迷しているから？いや、それもあるが、他にも、長谷部アビスパは、リカショー徳島に始まり、スペイン系のしっかり繋ぎましょうサッカーには強い。ボールは握られているが、意外とシュートは打たれていない、塩漬け展開に持ち込みやすいからだ。なるほど。しかし結果は、戦術的にも個人のクオリティの面でも、上回られたという感じだ。戦術も個人でも負けって身も蓋もないわね。そうだな。かなりダメダメだった。それじゃ、ゲームの経過を追っていきましょう。割と早めに先制点が取れた。そうだな。コーナーキックから山岸のゴール。ガンバはうまく持ち直してきた、とここまで言ってきたが、局面局面での守備は結構ゆるゆるなところがあって、その隙をうまくついた形だ。山岸めがけて蹴った中村のキック精度も見事だし、フリーだったとはいえ、ゴールの隅にうまく頭で流した山岸の技術も相当に高いゴールだった。これで今日はいけるかな、と思っていた矢先に失点。そうだな。先に挙げた戦術上も個人でも相手が上だった。というのがこの失点シーンに凝縮されている。ほうほう。まず前半通してずっと、2トップはプレスに出ていくのだが、アンカーのネタラビはずっとフリーだった。前と中村は山本とダワンを警戒しているので、誰が見るのかずっと曖昧なまま。ちょっと待って。それって、前にもあったわよね。ああ。湘南戦でも見られた現象だ。なんか前にも同じことを聞いたと思ったわ。で、ガンバのサイドバックは左のハンダを高めに出して、右の福岡を残した3バック的な立ち位置でビルドアップ。これに見事にルキアン、今野が引っ張り出されて、中盤の真ん中は見事にスカスカ。さらに、両ウィングのファンアラーノとクラタは、ウィングというよりセカンドトップのように、中央に寄ってきてプレイするので、前と中村はてんやわんや。で、そんな状態で長いボールをジェバリにしっかり収められ、ノンプレッシャーのネタラビから攻撃がスタート。クラタのダイレクトパスでディフェンスラインを突破され、失点。確かに。言われてみれば相手への対策もなしに、いつも通りのやり方で入ってしまったアビスパが、やられるべくしてやられた、って感じだわ。そしてあっさりセットプレイから2失点目。これはもう相手にうまくやられた。しょうがない。事故ね。そうだな。しかしこの失点以降も、ジェバリ、ダワン、ネタラビ、この3人は簡単にボールを奪われない。対してアビスパは、ルキアン、前、中村のパスが簡単に相手の足に引っかかる。ちょっと個人の質の差が見えてしまったのは残念だ。でも、スタッツが示す通り、一方的に押し込まれたわけじゃなくて、ガンバに川崎やマリノスのような強さは感じなかった。そうだな。シュート自体も相手の倍打っている。そのこと自体は悪くないのだが、しかし、このようなゲーム展開はアビスパのペースではない。先ほども言ったが、中盤でガチャガチャと激しい攻防が繰り広げられるが、双方、目立った決定的シーンはない、塩試合こそアビスパペースの展開。川崎やマリノス相手にこの展開に持ち込めるとは思わないが、ガンバ相手になら、得意な展開に持ち込めたかも、と思うから悔しいのだ。塩試合を嘆いた横浜 FC 戦が懐かしいわね。そんな敗戦だけど、井出口の復帰は明るい材料ね。あんた、先週からそろそろ井出口が戻ってくるかも、的なことを言っていたけど、内部情報持ってんの？ふふ。ない、あるわけない。ただ、長谷部監督はクールに見えて結構こういう人情采配をする人だ。古巣サポーターの皆さんの前で元気な姿を見てもらえ、的な起用はあるだろうなと思っていた。なるほどね。さて、それでは8個デロスポルトの採点発表です。なになに？当たり前のように言ったけど何？知らないのか？イタリアではガゼッタ。九州では8個が定番ゼロがいい。出たよ、ゼロがいい。まずはキーパー長石。5.5。2失点だが、ほぼ責任はなし。1失点目は、弾く方向が悪かったが、致し方なし。53分の決定的なシーンを体を投げ出して防いだのはビッグセーブだった。サイドバック、前島。5。攻撃面、守備面ともに見せ場はなかった。クロスの精度が低いのがなんとも。センターバック、グローリ。5。あわや PK か？と思うような不用意な守備もあり、全体的に不安定。余計なファウルも多かった。センターバック、なら。5.5。10分の相手決定的シーンを見事なスライディング。今シーズン、スライディングの上手さが光る。しかし、ジェバリに簡単にキープされる場面も多く、2つの失点に責任がないとは言えない。サイドバック、小田。6。守備に大きなミスはなし。攻撃面では起点となり、クロス、シュートまで持っていけていた。
セットプレイでの高さも健在。サイドハーフ、ルキアン、5。ボールを持ってからできることが少なすぎる。困ってしまって、遠目から確率の低いシュート。前のシュート意見を変えます。使うならフォワード起用かな、と。ボランチ、前、5。いつものように守備面では奮闘したが、攻撃面では存在感はなし。この日に限らずミドルシュートが枠に飛ばない。ボランチ、中村、5.5。前と同じく守備面での貢献はあったが、攻撃面ではパスミスも多かった。山岸のゴールをお膳立てしたキックは見事だった。サイドハーフ、今野、5.5。ドリブル、パスともに相手に止められることが多く、印象に残るのは、コーナーキックのキッカーとしてくらい。フォワード、佐藤、5.5。前線から献身的な守備で貢献。しかし、攻撃面ではほぼ印象なし。決してシュートチャンスがゼロではなかったはず。フォワード、山岸、6.5。コーナーキックからのゴールはお見事。64分のキーパーと1対1まで持ち込んだシュート。その他、いくつかあった後半のコーナーキックからゴールが生まれていれば、スーパーエースだった。途中出場、井出口、5.5。負傷明けにしては、まずまず動けていた。何度かあったミドルシュートは、中村、前よりは可能性を感じさせた。途中出場、ウェリントン、5。目立ったシーンはほとんどなかった。終盤のイエローカードは不必要だった。途中出場、田中、4.5。98分、クロスが全く味方に合っていない。ここ数試合同様、厳しい出来。で、結局、順位がこうなりました。見事にずるずると下がってきております。今年は、さすがにないだろう、と思っていた残留争いに突入、なんてことにも今から備えておこう。いや、早すぎない？だって最下位とは8ポイントも差が。気づいたか？ 8 ポイントなんて、あっという間だ。今日も負けちゃったね、残念残念なんてこと言っていたら、あっという間だぞ。結構簡単にその日は来るぞ。補強だー、夏の補強だー。噂によると、この夏、ハリーケインに、オシムヘン・ベリンガムなんかが所属クラブを離れるらしい。誰がいいかなー、誰にしようかなー、迷うなー、どうしよー、給料払えねえよー。こんな悲しいこと言わせるなよ、いつもの展開になってきたので、そろそろ終わるよ。あ、最後に、何よ？今週のサッカー界、最大のニュースについて、何何？ヨーロッパリーグ決勝？ U20 ワールドカップ？違う違う違う、レノファムエスナイデル就任だろ。ああ、なんかあったわね、そんな話題。私は正直羨ましい。いや、正直アビスパの監督に就任というニュースが流れたら、断固として拒否、クラブハウス前でハンストを行ってでも抗議するが、よそのチームが大冒険をしたい。というのならそれはぜひ見たい。ハラハラドキドキ物語の結末を見届けたい。それがお隣のチーム、山瀬も吉岡もいるチームだというのだから、ひっそりと、陰ながら応援しております。頑張れ、山瀬理恵子さん。皆さんの選手に対する評価、感想もぜひぜひコメント欄で教えてください。それではまた。